世界の鉄道一覧マダガスカルの鉄道マダガスカルの鉄道網本校ではマダガスカルの鉄道についてその歴史や鉄道網の現況などを中心にマダガスカルの鉄道事情を記述する。まず、マダガスカル島には首都アンタナナリブと港町トゥアマシナ島を結ぶ鉄道路線及びその支線からなる北部鉄道網と道東南東部を走り 中央高原の町フィアナランツアと東海岸の港町マナカラとを結ぶフィアナランツアイコール東海岸線を中心とした南部鉄道網の2つのネットワークが存在する。いずれの路線も基間は1000ミリメートルのメーターゲージであり、フランス植民地時代の20世紀初頭から1930年代にかけて建設された。1900年以前にも 海沿いの魔ンがを通って、船が、航行可能なイクパ側に面した、内陸港の前端7からアンタナナリブまでの350キロメートルを、結ぶ道路があったが、間もなく、主要港のタマタブと首都のタナナリブを何がしかの手段で、結ぶ、必要性が認識された。フランス軍が、メリナ王国を軍事制圧した1896年から、 フランス軍公兵隊の指揮の下で徴用されたマダガスカル島民によりたまたぶのパンガラヌーンナとブリッカビルとの間で最初の作業が始まった。インドシナや西スーダンの植民地経営で実績のあったジョゼフ・ガリエニが新しいマダガスカル植民地の総督に赴任しメナランバの乱を概ね鎮圧した1901年からブリッカビルから 棚なり部を結ぶ路線の付設工事を完工した。全世界のフランス領植民地及び本国から運ばれた建設資材とレールは、たまた向こうの線上で小型の小舟に積み替えられ、ブリッカビルへ送られた。本路線の工事は、鉄道解説史の中でも記録に残るほどの難工事であったと言われている。特に中央高地から、 東海岸の低地へ急激に落ち込む崖を切り開く、区間に時間がかかった。労働力として、中国人のクーリーが投入されたが、数百人が命を落としたと言われている。タナナリブブリッカビル館は1909年4月1日に開通したが、タナナリブ側の終点スワラヌ駅は、開業に間に合わず、完成が次の年に持ち越された。1912年に、 タナナリブアンツラベ館の付設工事が始まる一方で、1913年には、ブリッカビルから、タマタブへの延伸工事が完成した。その後数年のうちに、いくつかの支線が開通した。特に村マンガ、アラウチャコ地方館の支線は1915年に開通し、アラウチャコ地方アンバトゥンジャザーカ館は1922年に開通した。タナナリブアンツラベ館は、 1923年10月に開通した。一方で、マダガスカル島南東部を走り、中央高原の町フィアナランツアと、東海岸の港マナカラ島を結ぶ、フィアナランツアイコール、東海岸線は、走行距離 163km、1926年から1936年の間に建設された。フランスは、建設にあたって、 スモーティグと呼ぶ強制労働政策により徴用されたマダガスカル島民を労働力に用いた。また、第一次世界大戦における戦勝により、ドイツから賠償として得たレールと枕木を資材に用いた。本路線には21世紀現在でもまだ1893年に製造されたものが使われている。1944年。 マダガスカル島の南北の路線を統括することを予定して海外鉄道総合公社が創設された。同校社は1951年にマダガスカル鉄道公社と名前を変えた後、マダガスカル独立達成後の1974年に国有化され、1982年5月6日に国立マラガシー鉄道網という名の国営企業となった。注釈出店。 ありがとうございます。